てんてんてれてんてんてれんてんてんてれん。はい、こんにちは。今回は1週間便秘に悩んだ人がなんとこれを食べたらたった1日で便秘解消ができた、めっちゃもうダイエットに役立つキノコレシピというのを紹介していきたいと思います。それでは早速今回使っていく食材を紹介していきましょう。 GO！今回使っていくのはこのしめじです。もうメインですね。そしてこの鶏むね肉 100g、 だしの素、ブラックペッパー、ガーリックパウダー、これニンニクチューブとかでも OK です。でお醤油にごま油と、これはエリスリトールといって砂糖の代わりにこの粉を使っていきます。カロリーがね、なんとゼロなんです。はい、それでは早速作っていきましょう。ではまず鶏肉をレンチンしていきます。鶏胸肉温めた間にこのキノコをほぐしていきます。ほぐす時のポイントなんですけど、これめっちゃねキノコを美味しくするポイント、これ意外と知られてないんですけど、このキノコを半分に裂いていきます。こういう形ですね。そうするとねキノコの傘も増しますし美味しくなるので、ちょっとね手間かもしれないんですけど、時間を裂いてキノコを裂いてあげてください。裂いてだけにって、最低なダジャレですね今のは。こう裂いてだけにってはい、裂き終わりましたんで、この子もレンジでチンしていきましょう。で鶏むね肉もレンチンし終わったので、これをほぐして入れていきます。はい、できました。そしたらね、ここにねさっきのキノコをぶち込んでいきます。でぶち込んだら味付けしていくだけですね。もう完成ですよほぼ。いや、めっちゃいい匂い。しかもまずだしの素小さじ1杯ほど入れていきます。そしてブラックペッパーは2振りぐらいですね。ガーリックパウダーもここに2振り、まあ、ニンニクチューブでも全然 OK なんでね。これがまたうまいんすよね。そしてエリスリトールを小さじ1杯ほど入れていきます。まあ甘みを欲しいっていう人はこれ多めに入れてあげるといいですね。そしてお醤油も小さじ1杯入れていきます。で最後ごま油入れていきます。これがめちゃくちゃうまいんですよね。よいしょよいしょよいしょ。でこれをよく混ぜていきましょう。きのこのこのこ元気のこ。じゃあ最後お皿に盛り付けて完成です。で最後ねごまかけてあげてもまた美味しくなります。なのでこれ、ね、5万円ごまをかけ5万円やっちゃいましょう。でごまだけてんてんてれてんてんてれんてんてんてれん。それではね早速出来上がったので食べていきたいと思います。もうねめちゃくちゃいい匂いします。あ、いただきます。うわー、染み渡る。いやめちゃくちゃ美味しい。これはこれ鶏むね肉ねレンチンしてこれパサつくんじゃないのって思うんですけど、キノコと一緒に食べることによってすごいねこうパサつき感がなくなってますね。なんかもうこれ老若にゃんにょ老若にゃんなんかこう喜ばれそうなレシピです。これはもうみんな喜ぶ、みんな喜ぶ味。いやこれめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ作っていただきたい。この後ねゆっくり食べていきたいと思うんですけども、まあ、便秘にね困ってるでしたりとかね脂肪落としたい、こういうキノコを食べることによって腸内環境をきれいにし痩せる体質というのを作ることができてきますね。痩せやすい体質ですね。ぜひねこちら作っていただいて、まあ、ダイエット中に食べていただければなと思います。もちろん健康にもグッドです。でこの動画以外にもレシピ動画たくさん上げてます。よければこちらから見ていただければなと思うんですけど、あとトレーニング動画もね上げてるんですよ。自宅でできる超簡単初心者向けのトレーニングというのを上げているので、よければトレーニングと食事一緒に兼ね合わせながら行っていただけるとダイエットも成功に導きやすくなってくれるので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。それでは今回の動画が少しでもためになった、作ってみたいなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価していただけると喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。